はい、では今日は赤玉ねぎを植えていきたいと思います。まず穴を開けていきます。よっよっ、こんな感じ。だいたい3センチぐらいだそうです。もういいかな。で、ここをほぐしていきます。ほぐしていって、1本の根をこれは、あ、ちぎれたこれは1本ですかね。1本かな。あ、1本、これが1本ですね。で、はい、結構ね、ふにゃってなってるので掴みにくいのでご注意ください。で、いきます。で、ここですね、ちょっと開けます。で、だいたい 2,3 センチぐらいが埋まるような感じで、感じですかね。はい、お、意外と簡単にできますね、はい、こんな感じで苗1本目終了です。ではまた植えていきたいと思います。では水やりをしていきたいと思います。